吉村翔子は日本の女子レスリング選手、2004年引退、神奈川県藤沢市出身、ウィントアーツ所属、坂本良子、飯島明子らと共に日本女子レスリング黎明期を支えた。成城学園高校3年でレスリングを始め、初の実践は1986年世界女子フェスティバル代表選考会決勝で新宅美香をピンホールで下す。 世界女子フェスティバルでは準優勝。成城大学1年で全日本女子オープントーナメント優勝。全日本女子選手権では当時中学生だった山本美優に判定負けするも第1回世界選手権に出場し銅メダルを獲得。3年時には日本人2人目の金メダルを獲得。卒業後は東京ビューティーセンターに入社。 世界選手権10回出場のうち5度の金メダルを含む9個のメダルを獲得した。1996年に左膝を手術して一度戦線離脱も、1997年にカムバック。2003年、中国遠征で負傷して戦線離脱。女子レスリングが新たに加わったアテネゴリに出場を逃し、2004年11月、現役引退。 代々木クラブで指導者として活躍する一方、2009年からはナショナルチームのコーチも務める。2009年3月、国際レスリング殿堂入りを果たした。世界女子では5人目。日本人女子では、浦野弥生に続き2人目。ありがとうございます。